いや、ロチェルス。やらない。大三人みたいになってるのかな。レオさんとペップだとメンディー好きの意味合いが違います。あのね、メンディーを諦めてないペップと、諦めた上でキャラクターで愛してる僕ですからね。ほら、聞いてるね。というかもうスパーズはね、もう戦い方みんなの中でね、こう、共有してる感がすごいもん。いやー、これファール取られたらきついな。ここでしっかり時間使って。サイドへの揺さぶりがね。ヨーサーさんでさ、これもう、まあ、さっきの状況だ、この中盤3枚でこういうふうにどんどん動いてこういくからさ、振って振ってってして間させていかなきゃいけないけど、行ったサイドでもう攻撃を終わらせちゃうからさ。だから、スパーズからしたら楽だったんだよね、今日のペップシティの攻めが。まあ、基本それはメンディーで怒ってたんですけど。すぐクロス入れちゃうから。フェナトレスいい落としして、いやでもな、ちょっとトラップ大きくなっただけで、もうスパーズの選手たちももうモチベーション高いね、ここまで来たら勝つぞみたいなね。ケイお尻がのわざと負けてるんです。ハレビーのな、機嫌取らなきゃいけないが、うお、そんなとこからクロス。もうレオさんと同じで対人あまり強くないレギュロンに対してマクレスは勝てるなと思い残します。あ、レギュロン対人弱いイメージ。レギュロンね、めっちゃ強いかというとタンガンガンみたいなレベルじゃないけど、それでも悪くはないと思ってますけどね。トーレスとマクレスだとちょっとね、現状はまだ、そうですね、トーレスとマクレスだと現状レベル差あって、周りの選手との連携とかもそうだから、でカットインの選択肢と縦両方あるけど、フェラントレスだと縦しかなくなるしね、左でのカットインしかないから。フェルナンジーニョはね、今もう絶対に縦しか行かせない感じで。さあこれ、おギリファールない。さあそう、この中にドリブルするの大事よね。で残して今度はデブライネが運びます。いやー、ダビンソン・サンチェス、こういうところはね頼りになるよね。足伸びてきましたみたいなね。今日の MVP 単価のやつ、普通にソン・フンミンじゃないですか。ああいうふうにね、ちゃんとね、必要なところで決めれるの大事ですよね。森保さん何もしなくて、ペップは何かしすぎる。そうだね、なんかしすぎる案件はね、リオン戦とかね、よく言われるけど。いやー、この開幕戦ね、シティ相手にさ、がっつり守備的な戦術だけど、これハマってさ、まあ、一個一個意図もあったし、これは選手たちの心をわしづかみするのには、マネージメント的にもいい船出になりましたね、ヌノさんと監督は。ロメル入れたからサンチェス行きやすかった。まあ、簡単な場面だからちょっとね、今のところが戦術的なプラス出てるか分かんないけど。ただ、この時間帯の5バックはベストっすよね。交代枠3人だからこれでもうあれか。で、蹴っとけって言ってるしね。ヌノサンドの場合はね、普通に攻撃的というか、3-4-3でね、ボールしやすさっかもできるからね。
いやー、シティ負けましたか。いやー、でもプレミアがワクワクするリーグになりましたね。さあ、これでペップは自分のやり方を貫くのか、それとも切り替えるのか。これはね、ちょっとヌノサント監督が一気にね、いやでもここでスパーズがね、勝ってくれた方が、喋れるチームが一つ増えるからな。面白かったね。スパーズおめでとう。素晴らしい試合でしたね、本当に。もう割り切りが良かったわ。だし、今のシティは割り切っていいチームだしね。そのもうね、キーパーとか持っても、もう絶対サポート行かないで前に蹴らして、シティに持たせて、ね、中閉じて外使わせて、偽サイドバックの効果をできるだけ薄くしてっていう。そしてその偽サイドバック上がってきてる裏使ってカウンターで決まって完璧じゃないですか。選手はこの戦い方納得してると思うんですか。もうあの半信半疑なところがあったりする選手だったり、あの何攻めれないのかとかいうふうに思う選手は当然いると思うんですよ、人間ですから。でも結果っていうのはそれを覆すっていうか、ね、あの具体例で言うとね、あのあれ前ね、あの羽生さんが教えてくれたんだけど、最初ね、あのオシムさんのことをでっかいおじいちゃんだなってしか思ってなかったらしいんですけど、この人の言う通りにしてたら勝てるわっていうので、もう心がしつかみしたみたいな。なんでそれっすよね。そう。これをね、格下相手にこれやってなんかつまんないサッカーだなっていうのと、ペップシティ相手にこれやってっていうのは全然違うからね。そう、これ楽しみですね。これでケインが残ったらね、これ一発で結構変わる可能性もあるしね。でもケインがスパーズに残ったとしても楽しみなスパーズだし、まあ、残んなかったら残んなかったでね、うん、そう。モーリーニョでも同じことできたんじゃない。モーリーニョだとまたやり方違ったりするんですよね。あとはさっき言ったその隠した相手でもモーリーニョは同じことしちゃって、まあ僕モーリーニョちょっとスパーズの時がっかりだったのは、バーンリー相手に 5-3 に使ってたから、それでね、普通にカウンターになってて、まあ、あの時期はケインとかその海いなかったんだけど、結局タレントがいない時にね、その時のタレントに合わせた持ち方みたいなのをね、作れない監督っていうのが結構スパーズで、ポジェティーノもそうだし多かったから。まあシティがね、良くないところは当然あったんだけど、だとしてもスパーズが今ね、現有戦力でできることやって、うん、いいことやって、本当これはスパーズ素晴らしいだと思いますよ。スパーズ素晴らしい。うん、ペップは最近ちょっとあれあれって日が多いですねって感じですよね。こんな感じありがとうございましたね。バルサなあ、でもまあ2000人の半分でも来てくれればいいか、やるかね、やります。じゃあバルサどうせ一人でも見るし一緒に見ましょう。というわけでいいね、チャンネル登録して帰ってください。レオザルトボーでした。バイバイ。あ、明日鈴木大輔選手のイベントもあるんでよろしくお願いします。ツイッターの方でリツイートしますんで、バイバイ。